生きたい、ダメですか。潰れてしまうか。切りたい、ダメか。それは無理か。こんにちは、囲碁棋士の三村です。センスタイム社の囲碁 AI ロボット、センスロボットのレビュー動画です。ちょっと撮り方を工夫して、このロボットをね、対局をするだけではなくて、機能とかね、使い勝手とか詳しく見せられるようにうまく撮りたいと思っています。はい、まず全体のサイズなんですけど、まあもちろん普通の碁盤の大きさなんですけど、ロボットの幅がある分、テーブルの幅が普通より広めな方が乗せやすいと思います。これは私の囲碁サロンのテーブルで、碁盤がちょうどこう乗せられるテーブルの幅になっているんですけども、それだとロボットの分がちょっと入らないっていうか、ロボットはね、落ちちゃったら大変ですから、これ本当になるべくロボットがね、ちゃんと幅が、お尻が乗るようにしていて、碁盤の方がちょっとテーブルが出っ張るような形で、私のところでは使っています。できればもっとテーブルの幅が広いものを使った方がロボットは使いやすいかと思います。このね、上の、ここにセンサーがあって、ここで碁盤をこう画像認識して、打った位置とかをね、確認するようになっています。そしてここがロボットアームですね。これが伸び縮みして碁盤の上に石を置く。後ろはこんな感じになっています。なんかロボットがリュック背負ってるみたいな感じになっていますけど、試しに私の手を出してみます。これぐらいのサイズ感ですね。ここのところは碁石入れですね。これはプラスチック製で軽くて、普通の碁石よりも小さいです。多分ロボットがこう掴みやすいようなサイズでそうなっているんだと思います。黒板で打つときはこのように置きますし、ここはこう取れるようになっていて、こういうふうに外して、ここをね、こう入れ替えて、黒白をね、また逆にして、白板で打ちたいときはこれを入れ替えることをする必要があります。それで5番がですね、これ材質は多分プラスチックですね。そんなに厚みもない、これぐらいの本当に薄くて、これは石もプラスチックで、5番の方もプラスチックで。で、石を打つときは、これぐらいの音ですね。まあ、そんなに違和感ない。慣れれば別に打ちやすいかなと思います。まあ、何より、パソコンで普段対局をしている人にとってはね、子供とかだったら、これはパソコンの画面をずっと見て碁をやることに比べると、目にはね、すごく優しいというかね、お子さんとかシニアの方でもね、すごく目の負担がない。それはすごくいいところです。相手は AI なんですけども、実際にこう手でね、石を置けるところが良いところですね。すごく打ちやすい。そしてここに、5番のここにね、こういうふうに、ここは操作スイッチ類っていうか、なんていうのかな、ボタンがいくつかあります。4つのボタンがあります。基本的にはこの OK ボタンを押して、そうするとここにメニューが出ます。そしてここはね、 OK ボタンとこの上下左右のこのボタンを押してメニューを操作します。システム設定 OK を押すと、まあ、ユーザーをね、いくつかこう作って切り替えるということができます。画面の明るさとか、まあ、ルール設定を日本ルールにしたり、中国ルールにしたり、字を数えるモードと石を数えるモードというのが選べます。なぜか、その五目並べが選べるところが、これは独特なところで、中国では五目並べはかなり囲碁将棋に仲間入りをするぐらい人気は結構あるようですね。そしてこのセンスタイムの社長さんか、どなたかが、この発明された方が、その五目並べがかなりお好きだそうです。ルールがね、囲碁に比べて、まあ、優しいし、誰でもできるじゃないですか、五目並べだったらね。だからこれは、家に碁を全員が打てなくても、五目並べだったら家族全員で遊べるということで、これも結構、このロボットの大事な機能の一つかもしれません。囲碁と五目並べが選べます。まあ、アップグレードっていうのは時々あります。まあ、インターネット回線でバージョンアップをします。その時には新しい機能が追加されることもあります。現在検討中だと聞いているのは、ネット対局サイトにこのロボットでログインすることができて、例えば幽玄の間とか、こういうふうにね、パンダネットとか野狐囲碁の対局が行われるようになるという、で、ロボットが相手の手を置いてくれるっていうことが、いずれできるようになると聞いています。今それが開発中だと聞いています。
のように、まあ、ソフト面でどんどん機能は後から追加される。これも非常に楽しみなところですね。で、9路と13路っていう選択が、こう、上と下にね、あります。これはですね、ここのところに、上にそっくりなラバーっていうか、なんかそういう樹脂のね、柔らかいやつを、こう、ペタッとぴったり置ける13路版のね、マットみたいのがあって、それを置いて、まあ、13路にしたり、9路にしたり切り替えることができます。13路の対局も、まあ、時間がない時とかにはすごくいいですよね。で、まあ、今回は19路の対局をするんですが、このように押してから一番強いのが9段です。5段、4段と下がっていって、10級からは12、14、16、18、18級っていうのが一番下のモードになります。おおむね、これが私の生徒たち、子供教室の子供たちの18級ぐらいのことを、このロボットの18級はいい勝負です。5級ぐらいになると、ちょっと5級より強いなとか、あとは、5段なんだけど、実際の碁会所では7段ぐらいじゃないかなとか、そのあたりはちょっと辛めになっています。ネットの段位の方に近いかもしれません。初級者から高段者。まあ、プロもこれで立派に練習になるところがすごい幅広い棋力対応ができます。私の知っているところでは、中国の天才少年、兄弟なんですけども、10歳で私、互い戦で早碁で真っ化されたぐらい本当に強い子がいて、でその子たちは中国、日本、イギリスとか結構お父さんのお仕事の都合で転々とまあ移動して碁の勉強を続けているんですけども、その時にこのロボットをこのスーツケースみたいなのに詰めて持ち運んでいる。そしていつもこの6段モードで対局を練習をするんだそうです。ロボットを活用している。そして中国の囲碁教室初級者の小さい子供たちもこの家庭でこのロボットと対局をして、その間はお父さんお母さんは、あ、なんか言った？時々こう話しかけてくる時があります。これもちょっと後でお見せしたいと思っていますが、初級者から高段者、プロレベルの人もこれで楽しく対局をすることができます。前回ね、6段と打って一応私勝ちましたので、7段に挑戦してみたいと思っています。では、行ってみましょう。勝負！はい、それでは、まずは気力を7段に設定をして、7段以上の気力はクラウド上の気力を呼び出す必要があるため、対局中はネットワークを確保してください。インターネット接続が必要になるということですね。はい、了解を押します。それで、黒と白が選べるんですけど、あと置き石も選べますが、今回は私が黒番で打ちます。前回、6段のロー、センちゃんと対局した時は、私途中で引っ張りの形勢になっていたらしいので、なんとか頑張って7段。かなり強いことは間違いないので、必死に打っていきたいと思います。黒で、お願いします。対局を始めます。ああ、よかった。これは打ったかと思った。はい、お願いします。星で行こう。はいはい。そうかそうか。ちょっとね、ここのところが、うん、ずれちゃってて、私が、この、撮影のために位置を動かしたせいで、ずれてました。一見がかりで行ってみよう。AI は大体下つけて、うん、つけ引き定石になります。最近ね、一見がかりを挟む手は少なくなりました。大昔からあるこのつけ引き定石はね、うん、どうも最善だったみたいですよね。ここでかかり行ってみましょう。ここかここにね、開くのが基本定石ですけども、割とこの、そう、挟まれることを恐れないっていう打ち方も。さあ、そこで、両がかりがね、最近どうも、うん、そんなにうまくいかないんですよね。これが何回かやったことがある。うん、こすりつけて、伸びて、まあ受けて、まあ防止して、みたいなことをやろうとしています。まあそうですよね。で、まあ、ほどほどにこの白を攻めて、ここでどう逃げてくるかな？この辺かな？あ、厳しいな。渡りを止めてきた。なんかね、ニョロニョロニョロっと逃げるような手だったら、どっかでスッと下を渡ったりしようかと思ったんですけど、厳しい。これは、ここはね、その代わり止まっちゃってるから、今度こっちに逃げてきて、まあ大丈夫だというわけですかね。桂馬かな？お、そうなんだ。それは意外でしたね。それは意外でした。これはね、当たりしてきてもコウに弾いて、今は、うん、ヤブヘビだと思うんですよね。その、うん、それは、
でもね、これ AI だからな。取っても、この羽がね、かけつぎで。まあ、指をね、こういうふうに置いても、ロボット怒らないんで、これが、センスロボットのいいところですよね。上げ浜は画面でご確認お願いします。あ、なんか注意された。上げ浜は画面でも確認お願いしますって言いましたね。はい、この羽は、まあ、次三々が大きすぎるから、これは隅、まあ、守ることになると思います。そうですね。だから白はね、こう閉じ込められることは心配ないと見てるわけですな。ここをなんか止める手は、こうやってこうやってここ切ってくるんで、ちょっと黒も危ないんですよね。だから取る方がまあ確実ですかね。ここを一回取り返して。で、石を取ったときは、揚げ浜は、ゴケの蓋に入れたりはしません。これはロボットが記憶をしていて、あ、どうしよう。記憶をしていて、ああ、どうしよう。だから後で、これは整地最後、字を作ったりもしないで、ロボットが画面で何目対何目で何目勝ちですって出してくれるので、揚げ浜を取っておく必要はないし、後で一個違ったよっていうことも心配ないですよね。これはね、どうなのかな。解消してしまうのもありそうですね。受ける手もありそうですね。うん。どっちもありそう。こっちの、まあ、抜いちゃった手は硬い手ですね。こっちの方が硬い手という、わかりやすくしようということです。受けて、またこうね、続けていく方が、まあ、難しい打ち方だということは言えます。それで、白がすごく弱いんで、ちょっと、どうやるのかな？開く手と、まあ、部分的にはこの二間に開いて、まあ、悪くないんですよね。白の星にここへつけていく手も定石としてあります。私は、まあ、わかりやすく。そうか、やっぱりそこしつこく来るのか。これはね、継ぐわけにはいきません。ここに当たりだからって継ぐのはちょっとこれは、なんか凝り形で働き悪いんで、外から丸ごと行きたいところです。で、こう取ってきた。おかしいな、これって、うん、ありがとう、返してくれて。あれ？これってどうなんだ、センちゃん。丸ごといっちゃう。取ったら、こっち取って、良好みたいな形で、うまくいかないんじゃない？あ、そこまで打ってやめた。そう、まあそこは確かに打ちたいところでした。どうする？まあ一旦こんなあたりでどうでしょう。3-3覗いて繋いで抑え込んで隅を一気に行く手はやりたいんですけど、そうですね。やりたいな。こう、覗く、継ぐ、押さえる。下あたりが、ちょっとこっちに触ってくるところがどうなっているか。やってみましょう。AI を相手にね、あんまりどんどん突っ込んでいく予定を打つと、すぐね、崩されたりするんだけど。まあ、白はね、こっちを押さえて渡らせるんだったら平和な打ち方だけど、当たりしてくるなら厳しいって打ち方ですね。うん、やっぱり来るのか。うん、来るのか、やはり。そこで、覗きを打ってコスミとか打ちたい。あるいは桂馬にするのとどっちがいいかな。桂馬かな。で、隅の白地を荒らします。取ってきたら、ここへ取って、繋いだら一目ついで、まあ、なんとか。そうですね。うん。そこ取って、まあ、これを取って、ちょっとややこしい形ですけど、ここでね、白が、だから、まあ、生きることぐらいはできそうだけども、今度はこの白の目が全体的にないんで、それ出たってことは、挟みつけて、繋いで渡り、で、隅の黒の目を取ろうという狙いかな。それはでも、ここへ出ていけば死ぬことはない。何言ってんだ、コウ立て。でもそれって、センちゃん、良好だよ。七段先生。これだって、コウ争う意味ないんだよ。あ、それでそこへ打って、ああ、これは次に、つけたら、渡りと霧が見合いで目がなくなってしまいます。手を入れる。これはまあ、そうですね。こうかな。まあまあ、これはいい形で生きている。ここの伸びきった形が、ここの裾も白は空いてるんで。うん、この雰囲気はね、ちょっと おかしい。良好苦手なのかな ?AI ロボット。こう立てして良好を争っているぞ。これは、だいぶ得した気分。大事どこかい？
うん、しょうがないよな。そこで、うん、観念をして繋いだ。で、私もちょうどここへ繋いで、白の連絡はさせないで大丈夫。ここに伸びてくるでしょう、きっとね。その時にですね、これはまあ、ここを出られたら、この自分がね、弱くなってしまう。ここを切ってくる手は、まあ多分大丈夫。まだ、うん、出ていけば大丈夫。主張も、大丈夫と思います。ここは打てるつもりなんで、ここでここ守って、ここ出られるのでは、ちょっと私としても不本意です。ここは止められるつもりで打っています。うん、一回それやって、これはまあ、受けなきゃしょうがない。この時に切ってこられちゃうか。まあ確かに生きるだけでも大きいことは大きいですね。黒字になりそうな子だったんで。なるほど、やっぱりそれで、うん。その時に、ここを守るのか、ここへ詰めて、この白を攻めて、切ってきたらジャーッとやって、うん。やっぱりここは、こっち、積極的に行きたいですね。白がなんか逃げるような手を打って、そこで守るのが理想です。と、そこか。次に切りますよと。これはまあしょうがない。まあここに15目、ここにまあ20ぐらい。で、ここにあるから白30目ぐらい確定してる。なるほど、しっかりそういうふうに打ってね。そろそろここを守るべきですね。ここになんか地を作る。あんまりこちらも地がないね。こうなってみると。そうか。そんなに良くないのかな。稼がれてる。結構やっぱ稼がれてるかな、こっちもね。なるほど。こっち行くか、こっち行くかですね。どっちかな。まあ、ここを打つぐらいかな。まあ、いい勝負の気がします。なるほど。それ、まあ、しょうがないかな。決して、有利ではないな。それはまあ、こうでしょうか。ね、継ぐのはちょっと効かされすぎるし、打たないのは出て切られて、こっちかこっちかどっちか破れてしまうので、まあしょうがないか。それからそこへ来た。なるほど、やだな。嫌ですね。それはやだな。受ける。しょうがないかな。これ受けるかな。ちょっと、三三で生きられてしまうのは大きそう。伸びを打って、一間開きか、いっぱいに来るか。さあ、そこですよね。なんか、逃げなきゃいけないところですけども、ぶつからせて緩めて逃げるみたいな。そう来たら、そう来たら、まあ、引いたら伸びきりになるのかな。ここを跳ねられるのは嫌だろうからな。ちょっと、どうかな。まあ、ここへ伸びさせる。でも、こっちの黒は、まあ、しっかりしてるから、先手で効かそうという。それで、ちょっとな、こちら側に積極的な手を打ちたいんですけど、まあ、通常はつけて、凝り形にさせる感じ。これは切られたらやっぱ大きいと思うな。ですね。それで、この辺打つのがまあ第一感ですね。この間行くのはちょっと、この黒の方が弱いからな。まあ、これぐらいでどうでしょうか。間出てきたら、出てきたらどうするのかな。やっぱ出てくるよね。それは、こうやって、ここやって、ここを切られるのは、それはまずいかな。まあ、こういう感じですかね。そうすると。出てきたらどうするのかな。まあ、押さえて。まあ、しょうがないかな。この一目は、取られても、形を整える。この辺に少し地がつく、切って伸びて抱えて当たり打って、そこでまあ、ここへ開くっていう感じですけどね。どうでしょうか。ここはコスミが先手で受けて羽が決まるところと見るべきですかね。10、15、25、ここも10ぐらいできて35、まあ40ぐらい、黒がこれは17、8、6目、これはだいたい込みぐらいですね。ああ、なんか、結構字は、大変かな。この白に何か少し寄り付きがないと、まずいかな。まあまあ、とにかく、ここですね。ここが最後の、まあ、大場です。この辺に少し字が見込めるといいんですけど、次この辺止めて。あ、そこ入ってきた。入ってきたぞ。どうする？でも結構ここは勢力圏なんで、まあ、まずこっちですね。自分の、こう、弱い石の方から。この石は、まあ、いきなり止められちゃうことはないでしょうから。
あ、そういう感じか。これは一本軽い利かしと見て、なるほど。で、米を打って、覗いて、跳ねて。まあ、こすむか押すかですけど、そうか、そこを出て、ここの辺の薄みを狙ってくる作戦ですね。なるほど。これちょっと後悔。ちょっとね、私待った絶対しないんですけど、一回この、こういういたずらをちょっとしてみましょうか。対局以上です。あ、バレた。盤面を戻しますので、しばらくお待ちください。戻しますから。うん。私ずるしたんですけどもね。うん、バレちゃったっていうことで。こういう感じで、途中でずれてしまった時でも全部直してくれます。そうだな。なんか少しいい手はないかな。押して跳ねて、跳ねると切られて、ちょっとそこで手が、うん、出ない。こうやってこうやってつけて、どっちがいいかな。くにゃっとこう進む手とどっちがいいかな。なんか強く戦いたいのですが、押して跳ねて切っちゃうようなことがやりたい。しょうがない。地を取られている。切っていきたい。ダメですか。潰れてしまうか。切りたい。ダメか。それは無理か。こうつけて、なんか割り込んで、この一目を小さく取らせて、ここに白をね、いっぱい石を持ってこようっていうことなんですよ。それはなんかは、わかるだけに、それが見えるだけになんか受けたくない。気分が悪いという。伸びて下つけて渡った時に跳ね出してつけて突き当たって、それは押さえると出られて、黒ちょっとやっぱここ白強いだけに、まあここは無茶しないように、暴発しないように行きましょう。いつもやっちゃうからね、暴発しないように。うん、そういう、うん、それはもし受けたらこっち当たりしてね、それはダメなんだ。これはだから、それはまあなんとかなると思ってだけどな、膨らみたいですけど、うん、それはこっちはこっちのブルートは大丈夫と思ったけど、そうでもないか。うわあ、ごっそり助けてきた、ごっそり助けてきた。厳しい。押さえて出て、ここで白生きられるのはちょっとまずいので、これは、うん、こっちですね。ここを出て白は大丈夫かな。それで、なんかちょっとここを、切り跳ねて、二段跳ね。まあ、ここを止められたらダメなんで、とにかくそっち打つしかない。勝負どこだ。ここは大変だぞ、逃げ切るまで。ここで目を作るのは白大変。隅に触ってきちゃうから、うん。で、こうですね。跳ねて、曲がって、付けの渡りと、なんかこの辺の切りを見合いにしてくるか。その時に、こうやって、ここで、でもこのコスミって、これ聞いて、これコスミ、生きてるかどうか、この、ざわ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 。まあ、ここ跳ねられたらダメなんですけど、まあ、しょうがないよね。もうこっち打つしかないね。なんか、ぶつかりとか、ここ、当ててこっち守るとか、そういう感じじゃないよな。しょうがないよな。で、下跳ねてくる。うん。あ、そっち普通に。うん、そうですか。こっちを普通に逃げてきた。全然大丈夫だよと。この当て込みを打ちたいですけどね。下がられた時になんか次渡りを、この3つを取っても渡られちゃう。下がりは効かない。コスミ、しか効かない。コスんで、跳ね。ここへ受けて、こっちをシュッシュッと逃げてくる。こう打って、ここ繋いでくれるなら打っておきたいんですよ。この下のね、目の具合。でも下がってた時に、なんか下ぶつかって渡りに来る手が嫌なんですよね。それは一応こっち。つけてぶつ、そこ渡られたらひどいからな。この3つ取ってもね、コスミが効くといいんですけど、コスミ、コスミ、これ打って、これ打って、次、当て込みとか打って、とくんだったかな。ここを打って、この切りが、やれ。でもしょうがないか。ここは、なんか、ここ飛ばれるの嫌だな。来た。来たよ。そうそうそう。こう、そこですぐ切りか。マジ。これ取らせて、つけて、それで十分です。それは、
つまりね、こう、かけ継ぎだったら当たりを打ってこっちこすむつもりで切ったら上から当てて、こういう風にここでこうにして、ここの、うん、どっちか取るよみたいなことをやるつもりだったんですけど、そっか、単に切りか。結構損な手だけども、それでいいですか。うわぁ、やっぱり打たなきゃいけなかったか。もう、ここでなんか利かすとか無理だもんな。あー、しょうがない。まあでも、暴発しないように。まだ足りないと。お、あ、え、それも見えてなかった。マジですか。それ見えてなかったな。あるのそれ。取ったら石頭絞りで。まあ、ここが、ここ、やっぱり渡りに来る、それ得なのか？なんか、こういう、こっちへ打つ手を打つと取りでもう一回受けなければいけないんで、それは楽々。こっちへ打って、こっちへ打って、こっち。やっぱ取らなきゃしょうがないかな。ああ、そっか、それ、石頭絞りをちょっと、得なのかな、それ。こっちが取りにくいようです。そっか、そこを切り離して、上で来るか。なるほど。まずい。ちょっとこっちのルートは全く読んでなかった。そうか、これで助けて。まずいか、そうか。ここでこっち打ってね、これ三目取らせて渡ると言うんだったらむしろこれ損なんだけど、助けちゃってこっち打って、この黒は弱いからいけるっていうことか。どうもそういうことか。これは次はもう取られちゃう。渡らなきゃしょうがないですね。一軒飛びか二軒飛びか。これはね、断固としていかなくちゃいけないね。決戦。来た。まあ、そんなに手短くはないんで、切ってきた。これどういうことだ？出を打つかどうか。出て、伸びて、切り。単に切り、どっちだ？なんかね、雰囲気、出と置いた方がいいのかどうか。まあ、でもここの切断点あんまりもう関係ないかな。出た方が厳しいというかな。それでいけるんだ。いけると見ているね。そうか。まあ、ここに関しては、まあ、こんな感じですかね。それで、次にこう。で、あれは、この辺を少しね、今当たりして当て込みとか打ちたい、こういうところ利かしに行きたいんですけど、こっちを取られてここ取る進行はダメそう。ということで、どっちかな。当てちゃうのか、こすむのか。並ぶのか。わからん。これちょっと、筋悪いか。目を作った意味ですけど。で、この黒は繋がった。こちらの包囲網は大丈夫。あとは攻め合いっていうか、まあ、黒の目を少し作って、ちょっと苦しめですね。苦しめですね。その黒でしょう。ダメかな。当たりだよ。ついでくれたらここに打っていき。あー、バレたか、ダメか、それで。ここ次が当たりなんですけど、つなぎで、あ、そっちか。これはこっち当たりしてもこっち打たれて、こっちの4つが抜けてしまう。それはこの辺取っても負けですよね。ここもボロボロして。まいったか。そうか。で、これ当たり打ってからここへ。で、攻め合い OK だとおっしゃってる。白は後手。なんか読めているなぁ。センちゃん強い。だけど、僕もここに継げば、1、2、3、4、5手、6手。長いんだけどなぁ。私は読めていません。全く読めていません。まあ白はここに打つと2目が抜けるけども、そうすると7手。1、2、3、4、5、6、7手。結構いい勝負じゃないの？とにかくここに刺されたら短くなるという気がするから、こうやります。
ちなの？そこなの？まあ、一つ月は無駄がないという感じがする。うん。で、黒はどうやるのが一番長いかな？ここの白の手数は、白がもし打つと2個取れて、まあこう詰めていけば、1、2、3、4、5、6、7ってでしょ。黒がこういう風に繋いじゃえば5手になるっていう。7か5になる。だからここを、まあ第一感は下がりなんですけどね。下がりが一番長いのではないか。引きもあるかな。下がりは次に当てて目作るって生きだから先手になると思うんですけど、下がったらどうするかな。こうやることもできない。下当てとか。そうしたらもう6手なんで、勝ちだよね。何が一番正しいかな。引くと跳ね出し。当ててきたね。うん。ここ、継ぐ手は大きい。継ぐと白をここに詰められなくなるんで、まあまあ、価値の高い手ですけど、5手、6手。ここに割り込まれると、なんか短くなる気がする。繋いで、こっちはね、伸びる要素はない、ないと思うんですよね。割り込み防いどくか。1、2、3、4、5、6の8手。うん。こっちは8手確定してるんで、あれ、それ伸びてんのか？それ伸びてないと思ったか。ここに繋いでも伸びないよね、それ。うん、そこ取りますよね。あ、そうか。ちょっと待ってよ。7手。これ2個取れたんで、ちょっとこの辺要注意ですね。うん。目を作る感じの手が今度は出てくるんで、2眼作られたら生きてしまうと終わりなので。うん、取ってね。はい。さあさあさあ、攻め合いどうなっているか。これ、うん、あ、そうか。攻め合い黒取れれば、うん、取れれば黒勝ちだと思うな。1、2、3、4、5、6、7、8。これ指でね、数えちゃいけないんですけど、本当は頭の中で数えなきゃいけないんで。黒は貼ってあります。黒は貼ってあります。白は、ここに入、いけないから、1、2、3、4、5、6、7手だと思うんですけどね。うん、7手だと思う。だから黒は1手、うん、勝ち。これで7対7で黒番なんで、うん。それで、7対7だよね。打たないと、1、2、3、4、5、6、7。何が正しいかな？切るべきかな？伸びる要素はないよね。なんかでも、うん、こうになる手を防ぎ。こっちに関しては、こういうとこ打っといた方が、この辺の白の羽とかの利きとかを完封できるんですけど、ここに継がれることが、1、2、3、4、5、6、7。ないよね、それ。6手ですよね。これが硬いかな。はい、一個ずつ詰めてくる。下がまあ渡りが先手で決まる。これなんか、なんか打ったら得できる手はないよね。だから先手で渡られてしまう。まあ、一応これ全部取れたから得したことは間違いない。まあ、普通に考えれば、ちょっと計算ちゃんとやってないんですけど、一個ずつ詰めてくるのか、それ。なんか、そういうことはしないんだよ、普通。心配になるだろう。なんか黙々と詰めてくる。7段の先ちゃん。1、2、3、4対3で黒1手勝ちです。ここで誘惑に駆られてこういうとこで打ったりすると、ね、1手詰まって急に負けてしまう。こんなね、攻め合い1手ずつ。詰めていくなんて珍しい。普通はもう、ああ、一手負けだなって思って、それ以上そこはもう打たないものですけど。うん、そこで、改めて寄せに戻った。どこが大きい？相手決めなかったから、ここもちょっと魅力。これ、決めちゃいましょう。次に、飛びつけると、こっちの方がいいかな？うん。飛びつけ、無条件で死んじゃうから、そうですよね。それで、跳ねて、それでですね。まあ、この羽を打ちたいんだよね。どうしてもね。押さえると、この当たりからこう、ズコッとね、目が危なくなるんで、まあ、こう、受けて、が、形勢悪いからね。でもそんなこと、甘っちょろいことは言ってくれないか。それって、どうなのかな。やっぱりそれ大きいの。甲立てが、甲立てがないのにやってしまってますか？当て込みを一つ。
次に割り込んで白や白子もあるので、まあこっち受けますかこっち受けますかを聞いておきます。なるほど、一番辛い手で来た。そうするとこの当てってどうするつもり、つまりね、ここやりたいんですけど、取って突き出して下をつるっと渡ってこの辺損しちゃうんで、先にそれをなんかこうこういう感じの手で利かして、はい、そうですね、でこういう風に打って、でさっきの白の手でね、こっち繋いでくれたらその渡られた時にはこれとこれ少し得になるんで、まあそういう意味なんですね。でそこを受けるでしょ。でまだこの羽のこう残ってるから、でこれでどうですかね。今度は抜いた後渡れないから、あれ？なんかね、心配になるな。なんか間違えてるかな。白生きてないと思うんだけど。で、この、センツ、あのね、この、碁石磁石で吸い上げるんだけど、あ！そういうこと？そんな手は、あ、ここ切ってくるか。あ！そんなことはないよね。自分が先に、バタバタ。ね、うん、これは先生さすがに困ったんでしょう。とどめだ。で、ちゃんとダメだ、はっきり悪くなったら、あの、先生ロボットはちゃんと投了します。その、規定がどれぐらい、南北差になったらというのはちょっとわからないんですけど、あれ？投げる雰囲気がない。何ですかそれ。あの、もちろん繋いだら打って返しだし、これをなんかこう、渡りを止めようとするとダメが詰まって、それでもいいな。あれ？全部詰まっちゃっても、これ当たりだもんね。取って、当たり、繋いで、当たりで。ここは、うん、大丈夫だな。全部取れますね、これ。じゃあ、その、譲らずに全部。うん、そうだね、そういうことだよね。黒もね、ダメが詰まってるから、別に、ここ取るだけでも、ここ取るだけでも、本当に、十分得なんですけど、でも、うん、この手があるなら打たなければいけないな。さあ、次が200手。淡々と寄せてくる。そう、そこちょっと気になってるとこでした。ここへ切って、あなたはとても強いです。あ、悔しいです。とても強いです。悔しいですって言った。そんなセリフがあるんだ。ロボットが投了を申請しています。同意しますか？同意、OK ボタン。ありがとうございました。あなたのことは先生と呼ばせていただきます。あなた中盤勝利。中盤勝利はちょっとこれ日本語的には中押し勝ちって言った書いた方が良さそうですね。中国語を直訳すると中盤勝利になったんだと思います。はい、ありがとうございます。5番の石を取り除くのをお手伝いしましょうか。はい、そしてこのいいところはね、あと自分で片付けてくれるんですね。それもちょっと見てみましょう。ただ、あの、人間が勝たした方が早いです。うん。あの、5個ずつこの中に入って、5個ずつ吸い上げて片付けてくれるんですけど、だからこれで OK ってやって、自分はもう席を離れてどっか他の次のことに行っていいということです。その間、まあしばらくしたら片付けが終わるということです。あとまあ他にはその、センスロボットのいいところは、打ってるんだけど、途中で、ああ、ちょっと、用事ができちゃったとか、あ、電話かかってきたとかね、あ、仕事だとか、なったらもうそのまんま、まあ、ストップして、そっちへ行ければいいわけですよね。すいません、途中で席、外させていただきますって謝らなくてもいいところで、あの、全部都合を合わせてくれる。時間がない時に、少し打って、で、途中でこの場面をね、盤面をストップしておいて、また戻ってきて後で打つっていうこともできるし、この辺がその全く気を使わなくていいですよね。なんか喋った？なんかそうだな、やっぱり9段のバージョンと比べると手どころの読みが多分私の方が少し打ちこなされてたと思いますけどね、字があまり、うん、足りなそうな雰囲気だったと感じてたんですけども、その、この辺りをね、攻められた時の、攻め合いがちょっとこの辺、うん、相手は読めてなかったんじゃないかなという気がします。
まあこのセンスロボットはアマゾンで通販で買えるようになりましたので、すごい簡単に購入もできます。16万5000円ということで、私の囲碁道場と囲碁サロンにも置いてあって、まあ一人だけちょっとちょうどいい相手がいないお客さんとか、小さい子供とかね、まだ初級者でたくさん置かないと打てない子がいるときには、そのロボットくんのね18球と打つことができますし、あと7段ですとかね8段ですみたいなお客様が来て、ちょっといい勝負できるお客さんがいない、すいません今日は講談社今いなくてみたいなときに、じゃあロボットと一曲どうですかっていうことができて、もう本当に気力幅が広く対応できるので、で結構親しみが持てる、この顔つきじゃないですか、可愛いですよね。でまあせんちゃんの五段に勝てるかチャレンジみたいな企画もね、いろんな碁会所さんでやってるみたいですけども、まあなかなかセンスロボットを五段に勝つのは大変ですし、六段に勝つのはもっと大変です。何しろプロを目指している子供たちがね、六段と毎日打って練習をしているそうです。私も6段で十分かなと思いますけど、今日はちょっと正直7段とは自信がなかったんですね。やられるかなって思ったけど、意外と勝てた。だから AI の、まあ、感覚の良さはもう本当に感じたんですけども、やはり最強モードと比べると読みのところを少し緩くしてあるのかな。それが、まあ、9段と7段の違いかなというふうに思いました。ということで今回はセンスロボット7段と私は互い戦で対決をして、まあ、黒番中押し勝ちという動画をお届けしましたが、どうだったでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。囲碁棋士の三村智保でした。